Quick Chat English。 まずは前回の VTR をご覧ください。I have a question. How much are the adult tickets? They are 510 yen each. Do you accept credit cards? Yes, we accept all credit cards. Perfect. I'd like two adult tickets, please. That will be 1,020 yen. Okay. Can I get your signature? Sure. Thanks for your help. My pleasure.ペンギン水族館をね、ぜひ楽しんだみたいですね。そうですね。I had a great time. よかった。よかったですか、うん、はい。まあね、お腹も治って、そしてペンギン水族館を楽しんでる、うん、そろそろお腹が空いてる。またお腹が空く頃。はい。ね、今回はね、どこに行ったんでしょうか。VTR ご覧ください。May I take your order? Yes, I'll have the club sandwich with fries and a large Coke. A Coke?Yes, a large Coca-Cola. Okay, I'll be right back. Will there be anything else? Just the check, please. ジェフ君は日本に来てイタリアに行ったんですね、うん、そうみたいです。日本食じゃなかったんです。違いましたね。違いました、はい、はい。そしたらまず一つ目の質問を、ね、ジェフ先生からお願いしたいと思います。Sure. First question. What drink did the man order? これはね、もう簡単じゃないかな、うん、今までね、これ全て放送を見てきたから、はい、簡単だと思います。はい。May I take your order?Yes, I'll have the club sandwich with fries and a large Coke. A Coke? Did you get the answer? He ordered a Coke, not a cola. コーラじゃないんですね。そうですね。ちょっとね、これによるお話があるんですよ。あ、そう。じゃあちょっと後で説明します。後ほど。はい。続いて第2問をジェフ先生お願いします。Sure. Question 2.How much did the man leave for a tip? うん、やっぱりね、外国の方だから、うん、イメージもありますけれども、お金をね、置いていきました。はい。そうなんですね、うん、チップを置いていきました、うんうん、できましたね、チップですね、チップですね、そうなんですね、チップではありません、チップじゃない、はい、また違う意味のものになっちゃうんですね、違います、はい、まあ、そして今回の、ね、内容に話を戻すんですけれども、うん、今回のこう全てのポイントといいますか、うん、内容的なのはどういったことですか、はい、注文の仕方ですね、はい、レストランですよ ね、注文の仕方とその、まあ、チップ、チップではなくチップですね、はいはい、それについてちょっと詳しく今日はお話をさせてもらいたいなと思います。はい、お願いします。はい、ではまず一つ目のポイントをお願いします。はい、注文をするとき、I'll have って言っていましたけれども、うん、have っていうのは本当に便利な動詞の一つではありますね。うん、はい、食べるというときに I eat 何々、うん、I have 何々、いいんですが、注文するときは eat ではなく have を使ってください。うん、I'll have。I'll っていうのは I will。未来形になってますね。うん、そうですね。はい、またこうちょっと思ったんですけれども、うん、I want to order じゃない。うん、It's not natural English.、うん、of course you want to order. You're in the restaurant.、うん、You're the customer.、うん、you can say I'd like
That would be fine. I would like to have. なぜかというと、もうそこにテーブルについてるだけですから、もうオーダーするは分かって。間違いそうですね。確かに言われればそうですね。はい、だからもう I have。また Would you like? はい、そちらでも、はい、いいかな。この Have っていうのがいろいろなことにも使える、ね。そうですね。前々回でしたかね、学習しました、ね。はいはい。お腹痛いとか。そうでした。頭痛いとか、ね。そういうのにも使える。はい。He's learning. すごい。ありがとうございます。ね、アウトプットするだけ。はい。度胸を持ってアウトプットする。はい。そして2つ目のポイントですね。はい、そうですね。そこでチップです。そうです。はい。はい、チップって言っちゃうと、かけるとか、ね、そういう意味になりますので、ポロッとこうかけるという意味ですね。はいはい、違いますよね。チップっていうのは、おそらく皆さん外国に行かれるときにちょっと気になさるところだと思うんですね。すごく気になると思います。はい、じゃあちょっとジェイ先生の方から、はい、ティップについてお願いします。 Sure、Different countries have different cultures. In my country, America, we tip. Usually in a restaurant, the minimum tip, which means the lowest amount, would be 15%. That's 15% of the total billSo, if you spent $100, you would tip about $15. In a hotel, we have tipping also. And to make it easy to understand, there's usually an envelope, a futo, to put some money in for the maid, usually $2 or $3 each day. And then finally, we tip taxi drivers in America, especially if they're friendly and give us a lot of information.Usually we tip taxi drivers about 10%. Those are the three most common situations. チップについてですね。はい。大まかな、どれぐらいかかるかっていうところまで今説明をしましたけれども、はいはい、まずやっぱりホテルなのでですね、ごめんなさい、まずお食事、15% ぐらいかかったものですね。はい。そしてホテルなのでは、封筒が置いてあるんですね、はい、でそれにできれば毎日の方がいいかなと、まあ、だいたい連泊する場合ですね、はい、2、3ドルぐらい。どうしてかというと、毎日っていうのはどうしてかというと、メイドさんが毎日同じ人ではない、ね、うん、だから連泊した時にもしかしたら最後に全然違うメイドさんが見えて、それみんなチップ、ね、持ってかれる、ね、それはラッキーであったり、かわいい、気の毒ですよ ね、 すね、一生懸命してくれた方がですね、はい、それとあとはタクシーですね、はい、乗ることもあると思いますよね。だいたい 10% ぐらいを考えていただければという、うん、はい、お話でしたね。はい、やっぱりこう文化が違うと、そういった文化もね、はい、そうですね、絶対なんですか、そこ気になると思うんですけど。Well, don't panic first, because it sounds like a lot of money, but typically the restaurants in America are a little cheaper than they are in Japan, so everything balances out.And the waiter and waitress, they have to make a living too, so they need your tips. まあ、絶対ではないんですけれども、まあ、特にウェイターさん、ウェイトレスさんたちっていうのは、そのチップもすごく収入源として関わってきてますので、できればちょっと心に置いといてほしいかなという部分だと思います、ね、これすごくやっぱり旅行する方気になってたんじゃないかなと思います。今回子供版になるんじゃないかな。そうですね。そして3つ目、はい、3つ目は何でしょうか。コークです。コーク、さっきですね。そうなんですよ、私たち日本人はコーラって言いますよ ね、 コーラ、はい、だけどアメリカ人にしてみればコーラって言ってもペプシコーラなのか、コカコーラなのか。Most restaurants and fast food places in America have Coke products and Pepsi products. So if you say cola, ほとんどが両方ともペプシコーラとそれからコカコーラとあるので、コーラってだけ言っちゃうとどっちかって多分尋ねられると思いますよ。なるほど。それ知っとかないとですね。そうですね。コーラって言ってどっちって言われてるとパニックになっちゃいますよね。That's right. And then you have to give a bigger tip. そうです。そんなこと迷惑かけちゃうと、ね、チップ多く払わなくちゃいけなくなる。それは大変だ。冗談冗談。そうなんですね。結構ね、雑学と言いますか。そうですね。やっぱね、片隅に入れておかないといけないような情報がね。面白い話ではありますよね。はい。これを踏まえてもう一回ですね、VTR をご覧ください。はい。
May I take your order? Yes, I'll have the club sandwich with fries and a large Coke. A Coke? Yes, a large Coca-Cola. Okay, I'll be right back.Will there be anything else? Just the check, please. お客さん。皆さん、しっかり聞き取れましたかね？はい、それでは今回の放送のまとめをお願いします。はい、そうですね。レストランでの注文の仕方ね、はい、簡単でしたけれども I'll have も注文するというのは分かってるわけですから、簡単な have という動詞を使うだけでいいですよ、うん、ということ、はい、それとtip ですね、うん、分からない文化ですよね、日本人にとっては、ね、うん、だからできれば頭にどっかに置いておいてもらって、うん、そういうこともやれたらちょっとやったと、なるほど、喜んでもらえるかもしれませんが、ね、海外ですね、はい、はい、そのあたりだったかと思います、はいはい、それでは今回の、ね、レッスンの練習をジェフ先生と一緒にしてみたいと思います、ジェフ先生お願いします。 Sure, this is very easy and it can be any food or drink that you like. I'll have a club sandwich. I'll have a steak. I'll have a cheeseburgerPractice at home. やっぱり注文もね、うん、海外旅行なんか行って絶対しますし、はい、絶対あります、うん、ピークですね、はい、はい、そしてフォークの話なんかも聞いて、ね、すごくためになりましたね、よかったです、ありがとうございます、それでは今回の放送はここまで、 See you next time! Bye! Bye! Have a nice day! Now HA-san will do HA workbook. FirstListening comprehension number 29. Are you ready? We have just four questions today, from number 17 to number 20. 会話を聞いて質問に答えてくださいね。 Question number 17. Dad, can we go to the store?Sure, Kate. Why? I need some sugar to make cookies for the school festival. Okay, I'll get some things for dinner too. Question. Where will Kate and her father go now? 最初は where でしたよ。ということは、ね、これもね、フェスティバル、ストア、スクール、場所が入ってますけど、お店屋さんにって言ってたよね。So, number three, to the store. Okay, next question, number 18. What did you do last night, Mary? I made curry for dinner, Luke. Where did you learn to make it? At school.Question. What did Mary do last night? さあ、I made curry とか言ってたよね。 So, the answer is number one. She cooked dinner. Okay, number 19. Where are you going on your school trip, Sarah?To a museum in Sunnyfield Park. Really? What kind of museum? It's a science museum. Question. What are they talking about? Okay, なんかミュージアムとかね、なんか言ってた。でも最初に school trip 聞こえましたか? So,The answer is number three, Sarah's school trip. Okay, question number 20. Dad, can I have some stamps? Sure, Beth. Why do you need them?
I'm sending a letter and some pictures to Grandpa. That's a good idea. Question. What does Beth want? Stamps が欲しかったんですよね。Number three, some stamps. Okay, good. We'll go on to the next page. Okay, right here. Ready? Drink. Drink. Eat. Laugh. Cry. Okay.さあ、一般動詞ですよ。気づきましたか？ OK、これは難しいぞ。こういうことさ。You have to check this box first. Whose? ねえ、あのイングリッシュコーナーにも上から下がっている疑問詞、思い出してくださいね。誰のもの？誰のという意味です。これも疑問詞ですね。誰の？と尋ねられたら、何々のものと答えますよね。4個の風船、一番右端のやつですよね。何々のもの。これ4個の風船はね、ちょっと変えなきゃですよね。テレビの横の黒板にね、くっついている風船です。Okay? Mine、私のもの。Ours、私たちのもの。His、彼のもの。Hers 彼女のもの Yours あなたのもの Theirs 彼らのもの、この Yours はあなたたちのものとも同じですね。 OK, look, let's try. Whose pen is this? これは誰のペンですか？ It's mine. OK, next. Whose bag is this?It's hers. 同じく Whose desk is that? あ、ここ this, this. でもここはあれはだから that. 気をつけましょうね。 It's his. はい、ここも同じ Whose ball is that? It's theirs. Whose car is that?It's yours. Whose house is this? これはですよ。It's ours. Okay, let's read these sentences together. Whose pen is this? It's mine. 一緒に読んでいきますよ。簡単だからね。Whose bag is this? It's hers. Whose desk is that?It's his. Whose ball is that? It's theirs. Whose car is that? It's yours. Whose house is this? It's ours. Okay, good. ここよく見ながら下はやってくださいね。はい、okay. では、we'll go on to the next page. Ta-da!やるぞ、英検。OK? A と B の会話ですよ。This is a present for you. Blank. You're welcome. といたしまして。ってことは、なんだと思う？はい。Number four. Thank you very much. ね。だって、This is a present for you. ってくれたんだから、Thank you very much.Thank you very much. って言ったら、今度は You're welcome. ですよね。Pass the sugar, please. 発音気をつけてね。Sugar じゃなくてね。AR ですけど、Sugar ですね。Pass the sugar, please. Okay, blank. さあ、Pass the sugar. 取ってって言ってんですよね。はい、ここにもありますが、Here you are. Number three. Next.Can you swim well? Can できるでしたね。さあ、blank。Can you できますかあなたは。となると、ここは Yes, I can. Number two でしょ。はい、next. Does John play soccer?
Does John play soccer? さて、ジョンがサッカーするかどうかって聞いてるわけですよね。さあ、does って聞かれてるから、does を使ってお返事をしたいですね。So number one, no, he doesn't. はい、サッカーしないんですね。Next, let's go on a picnic. Blank. 誘ってますよ。ね。しようよ、しましょうよ。Go on a picnic. ピクニックに行こうよって。Blank ですね。I like him very much. 関係ないよね。It's fine today? No, no. Yes, let's. はい、そうしましょう。Number four.Okay? Good job, everybody. しっかり音読してくださいね。Okay? Thank you. See you next week. Bye!